こんにちは、朝日です。今ここはスイスチューリヒの郊外、アドリズビルっていうね、町なんかな、まあ、そういうエリアなんですけど、ルツェルンっていう町からチューリヒに向けてサイクリングしてる途中、もうあと残り8キロとかなんですけど、ここに立ち寄ってる理由は日本人が経営するパン屋さんがあるんですよ。久しぶりに日本のパンが食べたいなと思いまして、今からパン屋さん行ってちょっと爆食いしようかなと思います。さあ、ということで入っていきましょう。こんにちは。じゃあちょっと撮ってもいいですか？どうぞ。あ、そうなんですね。そうなんです。すいません。そんな撮ることがあまりない。カレーパンとかないですよね。そうなんです。多分町に行ってしまえば。あ、チューリヒ？はい。あ、弓原ってご存知ですかね？市場ですか？いや、僕ね、ずっとサイクリングで旅してて、ルツェルンから今チューリヒ向かう途中なんで、はい、ちょうどここ、ありがとうございます道中で寄ったっていう感じなんですよ。はいはい。ルツェルンにお住まいなんですか？いえいえ、ヨーロッパを旅して、バッカーですか？もしかしてサイクリストですね。そこにマンマチャリ止めてるんですけど。お、すごいですね。どこにも属してるわけじゃなくて日本からいらっしゃってってことですか？それとも居住地は？居住地はないです、ないです。ずっと旅してもう3年目ですね。あ、すごいですね。この冬にまた。そうですね。厳しい時期ですね。そうそうそう。ね、コロナがあって、ね。そうですね。高橋ヒロさんですか？僕そうなんです。すみません、はじめまして。はじめまして。なんかテレビ出てありましたね。そうですね、ぼちぼち何回かテレビ。そうですよね。はい、なんか YouTube で、そうですね。検索したら、はい、ここ出てきたんですよ。はい。はい、それで、はい。日本のパン食べたいなと思って。あ、まずまずすいません。そうですね、朝はいっぱいあるんですけども、はい、街のあ、なんですか、ショップっていうか、そういうのも注文いただいて、うんうん、夢花さん、夢花さん、はい、駅前にあるんですけども。あ、そうですか。はい、いや、この後行くんで。あ、そうですか。はい、またそこだったら多分、ま、明日か今日か、はい、はい、ちょっと食べます。ありがとうございます。でも、まあ、せっかくなんでここでもなんか、よく売れる種類は何ですか？羊はこの辺ですね。あ、やっぱり、はい、メロンパン、はい、日本の方はね、あんこですけど、まあでもだいぶ浸透してきてるかなっていう感じですね。あ、そうなんですか。オープンして11年目なんですけど、ね、そんなに最初の頃はやっぱり甘い豆ってちょっとみたいな感じだったんですよ。ああ、そっか、はいはいはい、はい、まあお寿司もそうですよね、生魚はいはい野蛮みたいな、はい、そうですね、感じだったんですけど、今もうね、みんな寿司なんで豆に関してはやっぱり甘い豆みたいな、ああ感じだったんですけど、今はもうやっぱり皆さんあんとかね、こういうあ、そっか、はい、はいはいはい、おかげさまで、浸透してきて、コロナ需要じゃないですか、皆さんね、巣ごもりされてるので、あ、はい、ホームオフィスじゃないですか、はいはい、ちょっとした時にこうね、レストラン行けなかったりするので、そんな感じで、そうですね、需要はおかげさまであるんですけど、なんでしょっぱいのがやっぱお昼時だとなくなっちゃうんで、あ、なるほど、はい、じゃあここではクリームパンと、はい、メロンパンと、はい、ちなみにあれですよね、コーヒーマシンとかはない？あります、あります。あ、あるんですか？じゃあホットコーヒー、はい、ブラック、はい、普通で、はい、それも追加してください。はい、ありがとうございます。13、ありがとうございます。すいません。あ、これ俺からの選別ですよ。マジで頑張ってください。え、マジっすか？上田が宣伝してください。ありがとうございます。寒いんでね、よかったぞ、飯はそこで座って。ああ、そうですね、はい、ここでいただきます、はい、ありがとうございます。ということで、まずクリームパンいただきます。匂いするわ。日本の味。クリームパンとかさ、スーパー行ったら売ってるやろって思うかもしれないですけど、ないっていうか、ミスドっぽいドーナツの中にクリームが入ってるみたいな。しかもこういうカスタードのクリームっていうよりは
なんかがっつりカスタードクリームみたいな、ほんまにちょっと味噌っぽいやつしかないんですよ。この優しい甘さ、ありがとうございました。はい、ヒロさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当にごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。わかりました。どうやってっていうね。ありがとうございました。あの、市内でカレーパン食べてみますね。はい、ありがとうございます。はい、ということでごちそうさまでした。残り8キロ修理費までサイクリングしていきます。はい、ということで着きました、弓花。そしてチューリッヒ到着です。なんか日本とか韓国の食材売ってるスーパーって言ってあったね。じゃあ入ってきます。札幌一番 UFO もあるんや。見てこの値段、700円ですよ。すごい、これ700円、さすがスイスや。袋麺でも300円です。まあでも美味しいよね。うわ、こんなんめっちゃええやん。これが一番好きやったな、日本で。400円。うわ、ポカリとかカルピスまであんねや。まあ全部400円やねんな。これとかさ、100円自販機に売ってるやつやん、サンガリアのやつ。なんとこれも400円です。まあ高いのは当たり前なんやけど、面白いね。普通に見ててなんか楽しい、テンション上がってきた。ルマンドや、おお、プリッツ、うわ、コアラのマーチや、すげえ楽しい。ということでカレーパンあるかチェックします。あ、焼きカレーパンかな。これなくなってるな、売り切れか。わ、揚げカレーパン、カレーパンめっちゃ人気やん。これも売り切れ。マジかい。じゃあこれかな。買いました。カレーパンなくて残念やったけど、どれも美味しそう。ではツナマヨネーズです。いただきます。めっちゃうまい。こんなんヨーロッパのスーパーでありそうでない。考えたらめっちゃ簡単に作れると思うんですけどね。ほんでバカ売れすると思うんすよ。こっちの人たちマグロとサーモンは大好きやからさ。でマヨネーズも好きやし、まあなんせ久しぶりにツナマヨ食った、めっちゃうまい。ありそうでないといえばこれもそうやね、コーンマヨネーズ。シャキシャキ、さすがパン屋さんというか手作りでやってはるだけある。ということでこれが約1年ぶりに日本のパンを食べた反応です。今日の動画は以上です。ご視聴いただいてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。